オッドアイ109チャンネルの AT です。ご訪問ご視聴ありがとうございます。今回はこちらのマスク、前回もリポートしましたが、ちょっと密閉性に問題がありましたが、それを簡単な方法で密閉性を非常に強力にアップする方法というのをやっていきたいと思います。その前に一つだけ、今オリンピックでこのタイプのマスク使われている方非常に多く映ります。世界各国の方がいらしていて、このタイプのマスク、カップ型のマスク、二面立体というんですけれど、このコーヒーフィルターのような形をしたマスクを使っている方非常に多く見られるんですが、ちょっと注意して見ていただきたいんですが、こういうふうにここ鼻から頬にかけてのここのノーズフィッターの部分、直線のまま使っている方がかなりの数見られます。このマスク、こういう使い方をすると密閉性が全く出ません。新型コロナウイルスの飛沫が前に浮いていたとしたら、この形だと 100% 吸ってしまいます。こういう使い方で使うと意味がなくなってしまいます。このマスク本来かなり高性能で、口の前に必ず空間を空けてキープする、そして密閉力も強い、このタイプ全部とは言えないんですけれど、この KN95 が使われていたり N95 だったり、そういう国家検定の規格を通っているフィルターを使われていることが多いので、このタイプのマスク非常に優秀なんですが、ただしここをこのようにまっすぐに直線的に使ってしまうと、ここが隙間がガラ空きです。と裏から見てみましょう。ここですね、ここがガラ空きになってしまうんです。付箋をここのところ通してみますね。鼻の横の部分、ここがですね、こんなになっている、ガラ空きなんです。こんなにカパカパ空いている状態なんです。フィルター性能と密閉性能両方揃ってないと、目の前に浮いている飛沫、ウイルス、ゴミでも塵でも花粉でも全部そうですけれど、ここが空いているマスクは何の意味もありません。目の前にあるウイルスをこのフィルターでカットしたい、遮断したいんです。隙間があったらここに穴が開いてるのと同じことですから意味がありません。こうではなくてですね、このタイプのマスクを使うとき、こうやってノーズフィッターをちゃんと折ると、ここのところにこう2本筋が見えます。こういう筋が生まれないとこのマスクって成立しないんです。ここのとこしっかり折ってると、ここにこうピー折り目というか筋が現れます。本当にコーヒーフィルターカップのようにここ何にも線出てないですよね。この方法ではこのマスクは意味がありません。ここをしっかりこう折って、なおかつこれパッケージに入ってた時はここが180度にぴったり折れてますから、そこの部分もなじませてください。そうでないとここから漏れます。そしてここしっかりギュッとやると、ここに筋が現れるでしょう。これが現れるのが、ここしっかり折れてる証拠の一つでもあります。まあ折れてるから密閉必ずできてるというものでもないんですけれど、折れてここの筋が出てないものはそもそも密閉絶対してないと言い切っていいと思いますが、本来のマスクの目的になってない何よりの証拠です。最低限ここに筋が生まれるように使ってください。正しくマスクを使っていない人は感染する、もしくはもう感染している確率も高いです。見かけたら近づかないよう、風下にいないよう、後ろを歩かないよう気をつけましょう。正しくマスクをしていない人、なかなか知らない人だと注意するということはできませんし、そこで暴力を振るったりという、マスクなんとかと呼ばれているような行為はもちろん問題外ですけれど、知らない人に注意するのはちょっと行き過ぎだったとしても、まあ、知ってる人だったら教えてあげた方がいいですけれど、知らない人だったらあんまりあからさまにこう嫌がったりすると、お互い気分を害したり喧嘩になったりということもありますので、あんまり相手にあからさまにしないようにさりげなく離れましょう。自分を守れるのは今自分だけです。また自分の周りの方も同じように守ってあげましょう。この人感染しやすそうだな、気をつけてなさそうだなという方は意識的に離れる、風下、後ろ気をつけましょう。これは自分を守ることだと思います。大切なことだと思います。そこは十分ご注意ください。このマスクに限らずですけど、どのマスクでも鼻の横、ここは唯一のくぼみですよね。他の部分は全部丸み、外側に対する丸みなんですが、これだけ唯一へこみになってるんですね。凹凸のこっちの部分はへこみの部分です。へこみの部分だけはノーズフィッターでしっかり密閉している。それはマスクとして、衛生マスクとして、新型コロナウイルス対策として最低条件です。これができていないマスクは、そもそもウイルス対策にはなっていません。十分ご注意ください。
はい。じゃあこの前の続きですが、このマスクどういうものかっていうと、二面立体、もともとこうやって一枚のペラなんですけれど、ここの部分はつながってるんですね。こういう形で裁断したものを、ここを熱圧着してこうですね、こう熱圧着してくっつけて、こういうカップ型を形成するんですが、前回このマスクで問題点となったのは、ノーズフィッターの裏に使われているスポンジの部分です。このスポンジの部分が非常に通気性がいいスポンジが使われていたために、ここですね、このワイヤーの下地になっているガードの部分の、このスポンジの通気性が良すぎたために、顔に当ててもここから息漏れしてしまった。実際に私の自分の顔に装着して、ずいぶんいろんなやり方でテストしたんですけど、どうしてもここの密閉が出せなかった、漏れるんですね。密閉っていうのはこう自分でくっつけた後、ヤッホーの形にしてギュ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 周りを押さえて、でパッと離してっていうのを繰り返して、どこが漏れてるか、この耳掛け紐の問題もあったんですが、このマスクいくつも買ったんですけど、どれを見てもこの右紐と左紐の紐の太さが違う、両方に引っ張る力が均一じゃなかったという問題もあったんですが、そもそも均一であってもなくても、耳掛け紐の張力があまり強くないので、耳が痛くない程度の弱い力で引っ張っているので、このタイプのマスクにしては密閉性が悪かった。ここに押し付ける力がもともと弱い紐との組み合わせだったので、後ろで S 字フック、もしくはそういういろいろな今出てますので、器具がこの後ろで両方の紐を後頭部でフックで結ぶという方法にしないと密閉出せなかったという問題もあるんですが、後ろで引っ張ってもここのスポンジの部分っていうのはカバーできなかった。ここから見てもわかりますけど、スポンジ見えちゃってますよね。スポンジが見えてるっていうことは、この通気素材の部分が露出してるんですね。この外しちゃったんですね、この裏側のスポンジの部分。このスポンジの部分を外しました。他のこの KN95 のカップのだと、もともとついていないものも多いので、このスポンジなくってもできるはずね。なのでこう外して、こっちも全部取っ払っちゃってみたんですが、取っ払ったら密閉できなかったんですね。他の KN95 マスク、このタイプもかなりいろんな数テスト、その後も続けてやったんですけど、ある程度柔らかさっていうのがあるんですが、これですね。このタイプだと硬くって、しかも薄くってという素材だったんですね。硬くて薄いと、スポンジを取っちゃうと、ここの部分硬すぎて顔の形に沿わない。ここにぴったりフィットしてくれなくて、やっぱり漏れちゃったんですね。だからこれスポンジつけてたんだ。スポンジつけないとそもそもここに隙間が生まれるんだっていうのがよくわかったんですが、それで前回はこれ、密閉できないなという結論になっちゃったんですけど、これたとえヘッドバンド式で後ろに引っ張って強力に押し付けたとしても密閉できなかったというところでおしまいになっていたんですが、それの解決策というか、打開策、改造方法、簡単にできる方法なんですけど、見つけました。いろいろテストしているうちにそこにたどり着きました。ヒントはですね、これです。前回もご紹介しました、重松の DS2 マスク。まあ、N95 も同じ形で存在するんですけど、このラムダラインシリーズという、これもやっぱりこう二面立体、二枚合わせを開いて、こういう、鳥さんのくちばしみたいになるマスクなんですけど、これのノーズフィッターって、こういう機構、詳しくは前回の動画で説明していますので、そちらをご覧になっていただきたいんですが、ここですね、ちょっと特殊な形をしています。フィルターが折り返して、まあ、これの場合裏にスポンジがついてて、こう押し出す仕掛けになってるんですけれど、これで密閉を完全にしてるんですね。まあ、これはヘッドバンド式なので、押さえも強力なんですけど、こういう形で押さえつけると、この鼻の横の部分っていうのは飛び出すんですね。この折り返しが。ペラじゃなくて、こう折り返して、ここの部分、こういうもの、溝を塞ぐためのフラップが飛び出す仕掛けになってたんですね。これは非常に優秀で、顔って表情が変わると、ニーって笑うと、ここの深さって深くなります。ここの部分が飛び出しますので、ここって変わっちゃうんですね。それを避けるためにできるだけ上の方、微量の部分にマスクをするっていうのは、どのマスクも共通の絶対条件なんですけど、ラムダラインの場合、ちょっと下がろうが、ニコッと笑ってここの頬骨が出ようが、ここの部分って、もともとスポンジに押し出されて、こう、フラップがこっちについてる状態なので、ここ、隙間開かないんですね。かなりここ、優秀な機能でした。で、これにヒントを得て、これもそういう仕掛けにしてみました。具体的に言いますと、こういうことです。これがノーマルの状態。これにスポンジを取っちゃったものを折り返してみたんです。わずかに隙間が空いてて、ここの部分隙間ができやすかったところ、折り返すことによって、こういう構造ですね。裏にスポンジは入れてないんですけど、フラップになってるので、ギリギリでこう隙間ができちゃうという部分を、ここの反発力のネズミ返しみたいなのですね。これで埋めてしまおうというお話です。見た目もちょっとここの部分スリムになりますよね。
まあこういう形でやっても耳かけの紐はこれはやっぱり弱いので、できればヘッドバンドでやってほしいんですが、今回の実験ではヘッドバンドにあえてしないで耳かけで使ったんですけど、それでもここの部分、この折り返しがあることによって完璧に密閉できました。全く漏れない状態をこれできました。裏から見るとこういう状態です。ちょっとシゲバツのラムダラインに似てますよね。この折り返しがある。折り返しでも多少弾力が残っているので、ここの部分完全に埋めてくれるんですね。ただし、この生地自体が薄くて硬いので、こう折り返してぴったりはめて、こっちの紐の部分の上の部分ですね。ここで折り返してるんですけど、ここギュ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 、ちょっと硬いので、最初からだとこの形できないで、その折り目の部分で隙間が生まれやすいです。この形で顔に当てた後、ちゃんとフィッティングをやってください。念入りにこう、ギュギュ押して鳴らしてください。最初はこの折り目がなかなか出にくいんですけど、この折り目がぴったりギュッと出たところで密閉がすごくなりました。めちゃくちゃ良くなりました。この紐の部分まで折らなくていいのと思うかもしれないけど、この紐は外側に圧着、縫い付けて、まあ縫ってはいないんですけど、くっついてるので、これに引っ張られて、ここの縁は押さえつけられます。だからここはやらなくて大丈夫なんです。その上のところまで折り返すことによって、ここの密閉力、べらぼうに上がりました。すごかったです。このスポンジの状態ではどう頑張っても出なかった密閉力が、折り返すことによって、ほぼ完璧な密閉になりました。ものすごい性能アップです。ただし、今までここから漏れてたから他から漏れなかったんですけど、ここがあまりにも密閉度完璧になっちゃったので、そしたらここから出るようになりました。ここですね。二面立体、このタイプのマスクは全部ここが弱点なんですけれど、こう耳で引っ張って、ここですね。ここってやっぱり漏れが出やすいんです。はーって中で空気を吐いた瞬間、ここからブヒョーと出ちゃうんですね。だからこっち方向へブファーと出すんですね。飛沫を。呼気ですね。こっちにブワーッと出しちゃう。それがこの二面立体の弱点だったので、それは変わらなかったです。さっきも言いましたけど、ここギュッとやってると、ここに折り目出ますよね。筋が出ます。ちゃんと出てます。この折り返しても、ここはやっぱり筋が出ます。これが出てなければ、このノーズフィッターを折ってないという証拠なので、これは出るんですけれど、全体のこのシェイプ、ちょっと見た目も変わりましたよね。いい感じだったです。で、ここが出ちゃったので、ここがぴったりになった分、どっか次に弱いところといってここに出ちゃったので、ここ折り返しました。ここも折っちゃったんですね。先ほど言ったように、この紐の部分は折らなくても大丈夫なんです。上から押し付けてるから。横も弱点だったので、ここも逆折りのフラップにしちゃいました。フラップにしてからギュ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 こうやって押して馴染ませてあげるんですね。全体をこう馴染ませます。この形でやると、このマスク、思いっきりフィット、密閉性出せました。このマスク、前回密閉が出せないマスクというふうに結論を出しちゃったんですけれど、この使い方であれば密閉出せます。そうすれば本来のこの KN95 というフィルターの性能を活かして使うことができるので、100円で手に入る高性能なマスクとして、これも一つカウントしたいと思います。
私は幼少期から重度の花粉アレルギーでしたので、空気中に浮遊する微粒子花粉を吸ってしまうとひどい激症発作になってしまうこともあります。鼻腔が腫れ上がって呼吸困難になったりもします。他にもいろいろな症状が出るんですが、吸ってしまうと日常生活ができなくなってしまったり、推し活問題になってしまいます。必要に迫られて浮遊微粒子を吸わないためにはどうしたらよいか、どういうマスクだと吸ってしまうのか、どういう使い方方法だと吸ってしまうのか、自分の身を通して長年苦しい思いをして学んできました。花粉とウイルス飛沫は大きさも特徴も違います。ただ目の前に浮いていたら、どちらも目に見えない浮遊微粒子だというのは同じです。この長年の経験やノウハウの情報を新型コロナウイルス対策として発信しています。残念ながら街中を見てもテレビを見てもほとんどの人はウイルスを吸ってしまうマスクの使い方です。それでは感染者が増えるのはむしろ当たり前です。マスクの常識非常識、まだまだ一般には周知されていません。ぜひまず何よりも自分自身のために受け取っていただけたらと願います。このチャンネルの情報が少しでも一人でも多くの誰かの役に立つことを願っています。